皆さんこんにちは、スカイロケットカンパニーでございます。5月13日火曜日、東京都男性31歳アツトラさん、本部長秘書お疲れ様です。今の僕のありのまま一番考えていることは、サッカーワールドカップをどうやって仕事を休んでみるか、このことしか頭にありません。1試合目は日曜だからいいですが、2試合目は水曜の朝7時、そうなんだ、3試合目は水曜の朝5時ですよ。どうしたらワールドカップと仕事を両立できるか、今はそれしか頭にありません。本部長はどうするんですか。どうするのかな。本当にね、これワールドカップ、他の試合はね、日本戦じゃなければ別にビデオに撮ってもなかなか生活してて情報入ってこないからいいんですけど、日本戦に関してはまあどうやったって情報入ってきてしまうでしょうから、まあ録画という選択肢はないですよね。まあ本当にプレーが見たかったらとりあえずは録画なんですけども、水曜の朝7時はどうしましょうか。2試合目諦めましょうか。3試合目の朝5時、これな、でも結局遅刻してもみんな遅刻するだろうしな、何言ったって。だから会社側の方がですね、この3試合目の水曜の朝5時からってことは、だいたい終わんのが7時半、8時ぐらいだと思うんですよね。会社の時間を遅らせていただくっていうことは難しいのかな。僕は自由業なんで全部見れます。 This is a radio program company. Is it ready? 3, 2, 1. Welcome to Sky Rocket Company. さあ、世界の人を魅了しておりますよ、このサウンドでね。本日6時からパルコホットセミナーは、フールクールロックワンオクロックドキュメンタリーフィルムを撮られた映画監督、映像作家の中野博之さんが登場でございます。ワンオクロック完全感覚ドリーマー。では本部長、そろそろ会議の時間です。皆さん、今日一日お疲れ様でした。今日良かった人も悪かった人も、明日を良い日にするためにアフター会議を始めよう。Sky Rocket Company. Tokyo FM 渋谷スペイン坂スタジオから生放送。明日へののろしを上げるラジオの中の会社、スカイロケットカンパニー本部長の万保八代です。秘書の浜崎美穂です。いや、やっぱり結構昨日のニュースも含めてワールドカップのニュースが強いですね、日本国内のニュースでいくと。で、前もこのスカイロケットカンパニーで母の日に、はい、サッカーの日本代表のユニフォームプレゼントするみたいなのを僕まだあげてなかったんで、母の日のプレゼントを思い出したんですよね。で、昨日お母さんに一応日本代表の選手誰が好きっつったら、まあ吉田麻也が一番なんだけど、ちょっと今調子悪いからということで、遠藤、井の葉、今野、若手はいい選手がいるね、あとゴールキーパーの西川かな、どのユニフォーム買っていいか。いや、俺よりも詳しいんですよ。俺が小学校でサッカー始めてからお母さんも興味を持ったんです。で、僕は小中でやめて高校からバスケになったんです。お母さんだけバスケに行かずにサッカーのまま何十年も来ちゃったから、ずっと見続けてるんですよ、サッカーを。いや、でもね、日本代表、確かにこれ試合がね、朝が水曜の5時と7時、早朝です。通常勤務の皆さんからしたら、これでも会社によっては、俺本当に多少出社時間ずらしたりっていう処置取るとこあるんじゃない、ありますよね、多分。ないのかな、してほしいですよね。でもね、これサッカー興味ない人からすると、うん、うるせえなってことらしいっすよ。そのね、僕らも吉本でね、舞台の稽古とかね、本番とかみんな言うんすよ、やっぱり。いや、例えばこれ朝だからいいですけど、夜とかだと日韓の時とか裏でもライブやるわけじゃないですか、いや誰が入るんすかみたいな。お客さんでも来るでしょ。もちろん全員がサッカーに興味あるわけじゃないから。秘書はちょっとその感じ出てるもんね。出てないですよ。本当に私も大きい画面で見たいなと思って。野球でしょ、でもどっちかっつったら。だからそういう世界戦とかになると、ワールドカップになると、はい、実はスイッチ入っちゃうんですよね。あれでしょ、渋谷に集まってきてハイタッチするタイプの人でしょ。ハイタッチ、あっち側でしょ、もう。
頼むよ、乗らないでよ、あの地下鉄のところに。本当ですね、気をつけなきゃ。いや俺でもちょっと秘書が乗ってんのニュースで出たら笑っちゃうけどな。いやもうフェイスペイントとかしちゃうタイプですから。でも本当に番組的には大きな謝罪だと思うけどね、はい、下手したら終わると思うけどそこは大丈夫です。そこは大丈夫ですよね、はい、その辺はね。でもじゃあみんなで本当に応援したいと思いますけども、ね、今日あったかかったですか。僕あったかかったですよ。昼間、昼間ちょっと僕もうずっと今朝まで稽古なんで、うん、昼間ちょっともう死んだように家でゴロゴロしてるんで。22度まで上がりましたので。あでもそこまでしか上がんなかったですか、うん、昨日の方がじゃあ全然暑かった感じですね。そうです、昨日よりは2度低いですけどね、はいはい、スペイン坂のね外にもいらっしゃってますけど。あどうも。うわあ今それで聞いてくれてる。あ、はいはい、ありがとうございます。ラジコ、あワンオクを聞いてんのかラジオ。あ今そっかそっか、今オープニングの聞こえる。ワンオクのファンっていうわけでもない。あいつも聞いてくれてんだ、ありがとう。ありがとうね。あのうんはい、あ後ろにはね個性的な女の子さん。あら本当、はい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 。昨日僕と外で握手してくれましたよね。握手しました。5月10日誕生日だったの。そうですよね。お土産持ってきたから。お土産ありがとうございます。そんでね、いきなりが第一声がマジックパワーですって言って握手してくれたんですよね。だから俺なんかすごい変な宗教の方が来た。ラジオネームマジックパワーさん。ラジオネームなんですよね。はい、いきなりマジックパワーで手握られたからどうしようかなと思ったんですけど。おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデー。はいはい、すごい。なんだ。え、何セットっていうんですか。ロナウドセット。出ました。すごい、これ食べたいと思ってたんですよ CM で。ケンタッキーのね。すごいいい香りが。はいはいはい、バーガーもついてるやつですよね。違いましたっけこれ。あ違った。ガチの肉がすごいまんまに入ってた。お肉いっぱい食うぞ絶対これは。そして髪の毛染めてる3人組は、ね、3人ともなんていうのなんていうのか分かんないけど黒じゃない3人、ね、金髪とちょっと茶色っぽいのと紫っぽいのと。これどこかライブ行く途中。今日は学校帰り。わあ学校に。高校生じゃないでしょ。大学生。大学生、どこの大学でその雰囲気で許してもらえるわけその3人で。どこ秘密かな。文化服装新宿の。いや昔よくナンパしに行って断られましたよ本当に。何しルミネが近いからほら新宿でいるでしょ。たまにいない芸人あの辺いますか。気をつけてね、6月一人もいないからもう、ね、ということで。あとさあラジオを聞いてる全ての方が我がスカイロケットカンパニーの社員です。この声が聞こえてる。もうチキンの匂いが本部長に食べたい早く、我がスカイロケットカンパニーの社員です。この声が聞こえてるあなた、もう今から社員です。積極的に会議に参加するように。さあそしてより良い明日にするための本日の議題はこちら。レッドイットゴー案件、ありのままの私を見てください。今改めて話題となっていますよね。アナと雪の女王、皆さん見ましたか。主題歌のレッドイットゴーが映画館で合唱されるほどの人気となっているそうなんですが、日本語のね、日本語訳の歌詞もいいんでございます。ありのままの姿見せるのよ、ありのままの自分になるの、ということでございますよ。本当にもう聞かない日はないという、ね、テレビ以外からも流れてくるわけですよ、うん、いてるところから、ね、この間も子供がすげえ口ずさんで道端歩いておりましたわ、はい、可愛らしかったな。来んのかな。え来ないんだよなまだな。そうなんですよ、待ってる状態ですね、はい、今待ってる状態ということで皆さん今日はね、ありのままの姿を見せてください。ありのままの自分になってください。包み隠さずあなた自身のことを聞かせてくだ、ありのままの姿見せるのよ、ありのままの自分になるの。全部ダメ。いやー本当に嫌だな電話来たらクレームの本当歌えないんですから、もともと歌が上手くね。とにかく本当皆さん、ありのままの自分になってください。包み隠さずあなた自身のことを聞かせてください。ちょっとした秘密の告白やちょっとした失敗の報告、ちょっとした悩みや最近の恥ずかしい体験談やカミングアウト、掲示板でありのままの書き込みの大合唱をしてください。メッセージは社内掲示板で、スカイロケットカンパニーの公式社員アプリまたはウェブサイトから書き込んでください。
本部長からの採用ハンコをもらえるとポイントが貯まって出世していきます。電気グルーヴも大好き、そしてこのシャングリラも大好きでございますけどね、アナと雪の女王といえば愛らしいキャラクターオラフね。オラフ吹き替え版ではピエール・タクさんが担当しているということで電気グルーヴ流しておりますけど、今電気グルーヴかけながらねケンタッキーフライドチキンロナウドセットをね買ってきていただいたということでね、私食べさせていただいてね、こうラジオやりながらねケンタッキーフライドチキンのこのうまい鶏肉を食いながら大好きな電気グルーヴ聞いているのはなんて贅沢なんだろうと思ってたんですけど、まず僕が食べ、作家さんが食べ、秘書は普通食べないんですけど匂いに負けて食べ、それからディレクターさんが入ってきて食べ、サブ作家の人が食べ、ウェブの方が食べ、 AD がいやこんな来るか、俺ちょっと恥ずかしかったわ、スペイン坂で人がいっぱい見てる中、いつも差し入れにそんな群がらないのに、男ほぼ全員で代わる代わる入ってきてチキンを持ってね、そんなに腹減ってやってます、全員で仕事。ちょっと番組的に恥ずかしいと思いましょう。これは、今の事態は。本当に。電気グループ、シャングリラ。80.Love on Tokyo FM Sky Rocket Company. Please gather at the Spain Zaka Studio. Sky Rocket Company.スカイロケットカンパニー、本日のパルコホットセミナーには映画監督映像作家の中野博之さんが登場。本部長マンボヤシロです。明日水曜日はグリーンルームフェスティバル14オーガナイザーの釜谷直樹さん、木曜日はキノコホテルが来てくれます。秘書の浜崎美穂です。そして本日の議題はこちら、レッドイットゴー案件、ありのままの私を見てください。ありのままの姿にせるのよ、ありのままの自分になるの、はい、ということでまあ本当流行っておりますよね、アナさん現象が起きておりますけども、まあね、今日はですね、皆さんなかなか見せられないありのままの私をね、大合唱として掲示板にね、浮かべてください。お願いします。うん。東京都25歳、女性社員の珍獣ガールさん。あ、珍獣さん、はい。仕事帰り、近所の行きつけの焼き鳥屋で、週1くらい飲んで帰ります。はい。一人暮らし、25歳、独身。ピッチピチなのに、中身と味覚がおっさんです。かわいいね、デートしようよとか言われると絶対ボロが出ないようにしてます。はい、25歳でね、女の子独身で帰り一人で焼き鳥っていいですよね。うん、なんか前栗山千明さん一緒に番組やってる時に、はい、栗山さん当時多分21かな、まだ、それでもやっぱ一人で焼き鳥屋行くって言ってたの、カウンターでおっしゃってましたよね。スカロケ、あ、スカロケ来た時も言ってたね。はい、ちょっと引くよね焼き鳥屋で見たら、カウンターに栗山さんいたらびっくりしちゃいますけど、でも女の子が、僕珍獣さんもそうですけど、一人で居酒屋とこで飲んでんのって嫌いじゃないですけどね、カウンターだったり、なんかそれが寂しく見える人もいますよ、その飲んでる側の人によって、あの女の人大丈夫かみたいな、一回朝の新宿の焼き鳥屋で、もう完全に酔っ払って寝ちゃって、焼き鳥のタレントコに髪の毛ぐちゃって、いやもうそれはなんかもう何があったのって思うの、助けてあげたいというか、でも助けても気持ち悪いやつ来たと思われるだけじゃんそうでしょ、ナンパする気なんかないのにさ、そんなことだけど、はい、それがなんか似合ってる人もいるじゃないですか、うん、かっこいい、素敵って、ね、そうか、なんていうの、凛として飲んでるというかさ、楽しそうに気持ちよく飲んでる人とかっていうのは僕かっこいいと思うから、ぜひね、中身はおっさんでも珍獣ガールさん、そのまま一人飲み続けてください。ハンコ。東京都28歳男性社員のちくわぶさん。ちくわぶさん、皆様お疲れ様です。お疲れ様です。ありのままの私はとても涙もろく、むしろ泣きたい時が非常に多く、家族が寝静まってからこっそり YouTube で感動映像をチェックしては夜な夜な泣いております。はい、先週妻からなんか夜中にすすり泣くような声が聞こえると怯えた様子で言われた時にはどうしようかと思いました。どういうことなんだろう、もう涙もろいっていうか泣きたい人でしょ、夜中わざわざだってね、YouTube でって、ストレス解消じゃないですか、なんかね、泣くとストレス発散になるって言いますから、
どうなのかな。でも YouTube とかでそういう感動画像とか検索したりします？はい、私癒し画像を、癒し動画をずっと見てますね。疲れてんの？癒し動画ってどういうやつなんですか？スローロリスがご飯を食べるシーンを、ごめんなさいごめんなさい、早い早い早い、スローロリスがわかんないから俺。え、スローロリスご存知じゃない？え、ちょっと待って、スローロリス皆さん知ってます？あれ嘘、え嘘、知らない。え、めっちゃスローに動く小動物なんですけど、あれお家でも飼えたりするんですよ、スローロリス。そんなメジャーなもん。嘘、どの辺で流行ってんの、スローロリスは。え、じゃあぜひ今度検索して YouTube で見てください。癒される。お米粒をすっごいゆっくり手で伸ばして、本当これぐらいのスピードなんですよ。見えないですよね、ラジオの前の方。どれぐらい、 2,3 メーターあんの、その動物は。ないです、10センチ、いや20センチ以下だと思います。それ何に一番近いの？イタチとか。ハムスターとか。見た目ですか？いや、ハムスターとも違うんですよ、ね。カワウソみたいな。ちっちゃいお猿さんとも違いますし、リス、何ですかね、何かの動物ですか？あ、そうそう、かわいい。何猿に近いんですかね、この見た目ね。ちっちゃくて、はい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 、目がクリクリしてて。はいはい。うわ、ちょっと気持ち悪い。ちょっといい。今出た写真が相当。かわいいんですって。うわ、ちょっと気持ち悪い、やっぱり。え、怖くないですか、これ。スローロリス。ああ、でも、あ、かわいいか。かわいいかな。あ、でもかわいいかも。ああ、かわいい。これご飯食べてるの。スローロリスって言うんですね。スローロリスがずっとひたすらご飯を食べてるの。あ、もしよかったら外の人にも、なんか外の人はみんなスローロリス。すごい見た。はいはいはい、スローロリス。はい。じゃあ、ちくわぶさんも夜ね、そういう感動動画とか、スローロリフで、癒されてると。よの、え、スローロリス。スローロリス。え、ロリフ。スローロリス。どっちでもいいじゃん。ダメです。っていうか、皆さん結構癒されてるもんなんですかね、外でね。いますよね。外の方、夜中。夜中 YouTube で。思いのほか多いのかもしれないですね。反抗。どうなんだろう。はい。続いて神奈川県32歳男性社員のジョニー B グッドさん。グッドさん、はい。ありのままんけん。実は私、水虫です。あら。相当足臭いです。家族のいる前では靴下脱ぐなという理不尽なルールを敷かれ、虐げられています。はい。本部長、僕はいつか結婚できるでしょうか。いやー、32歳でしょ。水虫だって治せない病気じゃないですからね。病院行って。僕わかんないですけど、水虫と足の臭さってセットなんですかね。あー、聞いたことないと思うんですね。なんか違うような気もするけど、でもぐじゅぐじゅしてたらやっぱちょっと臭いんですかね。ぐじゅぐじゅしてんのかな、あれって。な、水虫って。やだ。やめましょうか。まあ、ちょっと夕方でね、この間もあのご飯作りながら2時間聞いてますって言ってくれた方もいます。あの、病院に行けば治りますし、あと薬局でも薬いろんなのありますから、うんうん、絶対治りますし、あと靴新しいのにしていただくとか、ね、そういうことで絶対結婚できます。足のせいで結婚できなかったらそれは言い訳ですね。グッドさん絶対大丈夫、ハンコ。さあ、本日のテーマはレッドヒットガー案件、ありのままの私を見てください。リスナー社員の皆さんからの報告お待ちしています。メッセージはスカイロケットカンパニーの公式社員アプリ、またはウェブサイトからご応募ください。スカイロケットカンパニーAt the Spain Zaka Studio. お送りしている曲はクリープハイプで寝癖です。クリープハイプといえば、東京 FM 夜10時からのスクールオブロックで毎週火曜日クリープロックスがスタートしています。要チェックです。スカイロケットカンパニー第2回リスナー社員親睦飲み会も受付中。本部長のマンボウ八代です。参加申し込みは公式社員アプリまたはウェブサイトから。秘書の浜崎美穂です。昨年の4月から2013年4月から始まりましたスカイロケットカンパニー、今年2年目を迎えましてですね、まあ、リスナー社員さんともっと近づこうということで月1で親睦会の飲み会を、まあ、一昨日やりましたバーベキューはまた別のイプサさんの協力のもとやらせていただいたんですけども、うん、そうじゃなくて、まあ、毎回20人ぐらいでね、店員が集まらなかったら、まあ、その月はなしにしようと。で、皆さんにもちょっとバリカン的にお金払っていただいて、うん、あーだこーだを、あの、意見交換するという回でございまして、5月いつでしたっけ？次は。21。5月21の気がします。水曜日。はい。ぜひね、応募してください、皆さん。さあ、そして本日の議題はこちら。
レッドイットゴー案件、ありのままの私を見てください。流行っておりますよ、アナが流行っております。そんな中ね、皆さんのありのままの姿を見せていただきたい。掲示板にね、ありのままの皆さんの姿の大合唱をね、繰り広げていただきたいと思います。東京都35歳女性社員のショガさん。ショガさん、本部長秘書お疲れ様です。お疲れ様です。先日行った合コンで、私のお友達が気に入った男性から今度飲みに行こうって誘われて、はい、私のお友達からはその人とは飲みに行かないでって言われていたのに、黙って飲みに行っちゃいました。はい、私は元彼とよりを戻すことを考えているのに、でもなんとなくその彼もいいかななんて思って飲みに行っちゃったんです。しかも飲みに行った時にこのことは内緒でなんて二人で盛り上がっちゃいました。本部長、ありのままの私は悪女になってしまったんでしょうか、それともごめんあの彼と飲みに行っちゃったよってヘテロ的にありのままをお友達に話すことがありのままなんでしょうか。もう僕は分かんないです、こういう女性同士のやりとりは。もうごめんなさい、本当に分かんないです。もうだって悪いもんこれ。ねえ、ショガさん、そりゃまずいよ。それ友達にもだって言われてたわけでしょ、あの人と飲みに行かないでって、うん、しかもショガさん自体は元彼とやり直そうかなっていう気持ちもあるわけでしょ、はい、そりゃまずいよ。俺はもうこれありのまま、僕は男同士だったらありのまま言って謝ってね、それで友達の関係が崩れるなら崩れたでしょうがないと思うし、それでもこう友達でね、これどうなん、肉体関係あんのかな、どうなんだろう。でも30代で飲みって二人で飲みたんでしょ。はい、仲ないのかな、二人で盛り上がっちゃった。まあそこは妄想の息出ないから、まあ一応飲み行ったってだけ。これどうなんですか、女性的には許せることなの。これはね、後から聞いたらすごいショックですよ、はい、友達の立場としたら、はいはいはい、なんだそれってなるんで、これ本当に墓場まで持っていけるならば黙ってた方がいいですけど。許せない、やっぱり許せないというか、今後も疑っちゃいますね。え、この子こういう子だったんだって。じゃあ今までもなんかこそこそなんかやってたのかな、はいはい、って思っちゃいますね。思っちゃうね、うん、確かにね。だからって墓場持ってっていいの？本当良くないですけど、本当は行った方がまあストレートかもしれませんけど、うん、その子の中を本当に悪いなって思ってんだったらもう持ってってほしいです。私はそうね、聞きたくない。聞きたくないね。そう、だから秘書は持ってってほしい。僕は分かんない、うん、分かんないけど、いやでも友達だと思ってないんじゃない、そんなに。その相手のこの2人が、うん、あ、その説あるかもね。ねえ、そこまで親友じゃないからこんな緩い事件が起きてるのかもしれないから。本当に仲良かったらなりませんね。しょうがさん、わかんない。あんこもうやめてね。でももうやめて、ね、はい。東京都22歳女性社員のミス北川さん。北川さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありのままの姿を見せます。はい、今連絡を取っていて友達以上恋人未満的な男性がいます。はい、彼は彼女いないよって言っていて普通に会ったりしています。はい、だがしかし私は知っている、彼が結婚していることを。怖い怖い。携帯を見たとか証拠をつかんだわけではないんですが、結婚してます、絶対に。なぜ確信を持ったかは秘密です。私がこんなことを思いながら会ってるなんて彼は知らないんだろうな。このことを本当に誰にも言っていなくって、知っているのは本部長と秘書とリスナーの皆さんだけです。女って怖いですよね。ありのままの私でした。ね、まあ男の人は嘘つきの人結構いっぱいいると、僕も嘘ついたりしますけども、まあそんな嘘はね大概バレてると思って過ごしてた方がいいなと思いますけども、うん、何なんでしょうね、なんで秘密でなんで書けないんだろう。携帯見たわけでもないし、なんで知ってんだろう。ねえ、何か確信を持つことがあったんでしょうね。結婚して男の体で変わる部分って一個もないけどな。何で分かったんでしょう。何なんだろうな。指輪なんてもちろんそんなイージーなミスしてるわけないし、ね、うん、これはどう思います。これもう本当にね、分かんないですよ、女の人のそういうところが。これでも言っちゃえば不倫ですよね。不倫ですよ。もう大流行ですよ。もう何千年と流行ってる、もう大流行中の不倫でございますよ。不倫はね、はい、文化だとか言われてましたけど。純一さん曰くね、はい。はいはいはい。絶対やめた方がいいと思います。まあね。不倫始め
ちょっとどうしてなんでここで鼻息まで乗っちゃったじゃないですか。どうなんすか、このありのままの私案件。だって長い人生だったじゃないですか、ここまでね、秘書もね。はい、一回ぐらい、一回ぐらいないんですよ。ないのか、チキショー。残念だよ、欲しいのくれねえんだよな。ないから本当にアドバイスがですね。でもいつかショガさんも結婚するわけじゃないですか。北川さんね。あ、北川さん、はい、ごめんなさい、お名前間違っちゃった。北川さんもこう結婚した時に自分のね、旦那さんがそんなことして自分に帰ってこないためにも、まあ僕はあとはもっと思うのは、男と女の話じゃないからね、お子さんとかね、ご家族とかに対することだからね、そういう不協和音が全部人の性格作っていくから。でもね、自分に帰ってきますからね、まあ、やめましょうね、やめましょうよでもみんながこうやって発表してくれてるから今日放送成り立ってる。別にやめろとかね、そういう放送じゃないですよ。別に皆さん、僕らが大人の皆さんになんかね、あの意見言える立場じゃないんで、あの好きなようにやってください。ハンコスカイロケットカンパニー、スカイロケットカンパニーを聴きの社員の皆さん、フランプーのボーカル山村龍太です。ギターの坂井和樹です。僕らの新曲明日への参加が今月のスカレコ社員の歌ということで、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、この曲はですね、働く皆さんの背中を押す一曲になってくれたら嬉しいです。はい、皆さん今日もあと少し頑張りましょう。それでは聴いてください、フランプールで明日への参加。聞き分けないなんて。さあ、スカレコ社員の歌、先日昨日ですか発表になりましたけど、フランプールがいよいよね、このスカイロケットカンパニーに遊びに来てくれます。楽しみに待っております、フランプール明日への参加。さあ、引き続き皆さんからの書き込みをご紹介していきたいんですけども、今日の案件ということで、東京都男性34歳、チャペルさんなどは、皆さんもお疲れ様です。今日のはありのまま案件、それともカミングアウト案件ということで、あと女性怖えよ、女怖えよみたいな感じに掲示板がなってしまっておりますけども、本日の議題はレッドイットゴー案件、ありのままの私を見てください。だからこうカミングアウトっちゃカミングアウトなんですけども、まあ、あのテーマ的にはありのままの皆さんがね、隠してることだったりとか、ちょっと人に言いづらいようなことだったりとかをね、そのまま書いていただけたら嬉しいなということでございます。埼玉県54歳男性社員、ドラマ大好きさん。ドラマ大好きさん、54歳のこう人生の先輩あたりからのありのままの姿、ちょっと怖い気がするな。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。あなたはエレベーターに一人の時何をしていますか。あ、怖い。はい。なぜか私はテンションが高くなってしまいます鏡に向かって変顔したり、透明のマイクを持ち歌ったり、ラインダンスを踊ったりしています。一人でライン作れないでしょ、はい、ありのままの私を見てくださいとの案件ですが、恥ずかしすぎてとても人に見せられません。いや本当ですよ。で、気をつけてください、防犯カメラありますから。そうそうそう、大概あの、ね、見られてないんじゃなくて映されてますから、どこかに。本当に、はい、でもなんかいいな、その自分より年上の男の方が、うん、そうやってまだふざけてるっていう人にエレベーター全く何にもしてないね、何も考えてなかったかもしれません。もう無表情で何も考えずに数字見たりとか、数字見てるぐらいのもんだな、ね、踊ったり、鏡があっても何も鏡で何かしたりとかなく、いや大丈夫かなとか、その洋服ちゃんと大丈夫かなぐらいのことはしますけど、はい、変顔はしないでしょいやそっか、でもそういう人もいるんだな。いやちょっとなんか嬉しいな、反抗はい、続いて神奈川県35歳男性社員のチクチリンさん。チクチリンさん、はい。予測変換機能ってありますよね、はい、自分でもよくわからないんですが、うん、私のスマホキッと打つとなぜか巨乳が一番に表示されます。いや変換してるからでしょ、はい、昨日より今日より巨乳がですいやー不思議なことってあるものなんだと思います。いやだから自分の変換したからでしょっつってんの。最近のスマホは高性能すぎてありのままの私の願望までも予測しているのかもしれません。怖い世の中でございます。いやそれ iPhone8 ぐらいの話でしょまだそこまで行ってないんだから
や俺らも僕の持ってるガラケーはね、うん、本当にバカ野郎でサッカーって入れたいんですよ、はい、でサッツカまで行くと、サッカーが一発目に来てくれたらいいのに、一番初めがサッカー場なんですよ。場がついちゃって次がサッカーボールなんですよ。いやまずサッカーを出してくれよと思うんですなんでその派生したもんばっか出すんだっていう、いやだからもしかしたら巨乳もねなんかどっか会社の人がふざけてその携帯作ってる、はい、一発目はちょっと俺もやってみようかな。木で何が木ね、はい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 、今いきますよ。予測変換で木と入れたらまず俺ダメだわ、芸人として全然面白くないわ。え教育面白くないの出たわ。それで一番最近使った気が出るんじゃない。いや俺教育って書くようなことしてるかなすごいちょっと引いたわ自分で。浜崎さん秘書言ってみよう。木でこれって予測変換出ますか。出る出る。 iPhone でしょ。木って木ってやればいいんですよね、うん、書き今日残念。ダメだわ二人して。残念でした、ごめんなさい。ちくちりんさんの巨乳に勝てなかった。ハンコ。さあ続いて埼玉県28歳男性社員のしゃもじ大好きさん。しゃもじ大好きさん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。自分のありのままさらけ出し案件ですが、人それぞれ夢中になる癖ってありますよね。はい、私のベスト3、プチプチをプチプチする。あーはい。カーペットの髪の毛処理、はい。片栗粉もみもみ、急に分かんなくなっちゃった。片栗粉はすごいもみ応えがあるんですよ絶対同感の方いるはず、うん、いると思うんですけど急に僕見えなくなっちゃったからもうハンコしかない。ハンコ皆さんもどんどん送ってください。東京 FM 東京 FM Please gather at the Spain Zaka Studio. Sky Rocket Company. クリック一つで1万円のチャンス。毎週金曜日16時30分からお届けしている週末会議では、リスナー社員へのアンケート調査世代会議を行っております。本部長のマンボウヤシロです。今週の世代会議の議題は、あなたは今年の父の日に何をしますか。20代の男性ラジオネームアツトラさんは、一緒に食事をするとの回答。父の日なんて小学校卒業してくらいからあげた覚えがないです。でも結婚してこの秋に子供が生まれるので、たまには親父と二人で酒でも飲みに行き、親父になる心構えとか聞こうと思いますとのことです。秘書の浜崎美穂です。まあそもそも父親の日が必要なのかっていうところからね、お母さんって言っても女性じゃないですか、はい、たまにはやっぱ感謝されたいわと、いつもご苦労様という、お父さんってもうそこ踏まえてるじゃないですか。 お父さんも言ってくれよって日本中のお父さんが思ったら、その国ってもう終わるでしょ俺も頑張ってるんだってお父さんが全員思っちゃったら終わっちゃうと思うんですよ。そうですか。いやそうでしょ、そんな頼りない国ないでしょ。でもまあそのこうやって息子とお父さんが飲みに行くきっかけになる日として、そうですね、そうそう、すごいいいなと今見ててね。僕は父の日ってなんであるんだろうとかって思ってたけど、このアツトラさんの書き込みを読んで、すげえいい機会だなと思いました本当に、素敵な話ですね、はい、このアンケート調査世代会議はスカイロケットカンパニーの公式アプリまたはウェブサイトから週末会議のバナーをクリックしてご参加ください。アンケートに参加してくれた方には毎週1名様にオリジナルのクオカード1万円分をプレゼントします。皆さんのご参加お待ちしています。はい、ということで世代別にもう本当数字として細かくデータ取ったりしますんでね、はい、10代の方、それから20代、30代、40代、50代の方、50代以上の方とね、皆さんの本当に一人一人のですねリアルな答えを、で僕はね母の日に比べて父の日がねそんな盛り上がってないんじゃないかと思ってるんで、その辺も数字で見たいので教えてください。さあそしてこの後6時過ぎのパルコホットセミナーには、映画監督映像作家の中野博之さんがスペイン坂スタジオ生登場。東京 FM 渋谷スペイン坂スタジオから生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は6時4分になりました。秘書の浜崎美穂です。ねえ、さっきから BGM じゃなくてね、しかも下手なやつが一緒に歌うんじゃなくてしっかり聞かせろというあなた皆さんのためにねお待たせいたしました。松たか子さんの方でねレッドイットゴーありのままででございますけどもね、
スペイン坂のね、こうユーストでも見れますけど、ユーストは半分ずつの画面なんですよ。僕半分とね、うちの秘書半分、うん、で秘書がねすごいこう一緒に歌ってね、ミュージカル風に映画みたいなね動きを真似てるように見えてたかもしれませんけど、横で、大柄な男性も一緒にやってましたさ、あのスペイン坂まで来ると分かるんですよ俺はね、もうそれが どういう光景なのか分かんないですよ。目の前で秘書とね、大柄な作家さんがね、2人で歌いながらね、2人で場面の説明しながら、もう大盛り上がり、ミュージカルみんな見て、なんか見た人と見てない人のこの温度差ね、見てたらもうこれは体動きますよ。いや確かにこの仕事してると、いや見に行かなきゃいけないってみんなが言うんですよ、で芸人も結構半分ぐらいもうみんな言ってて、で僕は舞台が2個今続いてるからっていうことを言い訳にね、言ってないんですけど、ディズニーアニメがねちっちゃい時からそんな得意じゃないんですよ。ええー、本当ですか。なんか女の子が見るものって勝手に思っちゃってて、プリンセス系な、でジブリをずっと見てて、勝手にジブリは男の子、ディズニーは女の子みたいなのがあったけど、さすがにこれは見なきゃなと思ってます。見てください、多分同じ動きしますよ。嘘だよ、しますって俺は浮かれないよ、冗談じゃないよ、しますよ。アナなんかで、ね、浮かれない、俺もう負けだよ。一人でもやりますよ。この番組の正義として俺はここにどっしりと座り続けるね正義ってなんだよって言われた作家さんにいやそうなの、見てる方、皆さん外でご覧になりました。見た、あやっぱり見てますね。やっぱちょっと分かったの、二人で来てるでしょ、見てるからなんか載せたでしょ、ちょっとひょとんとしてたでしょそう分かる、そこの温度差なのよ。すいません、ラジオの前の皆さんも、はいはいはい、ちょっと待って、あれ嘘、作家さん、田沢さん見てないんですか。歌のやつは見てえ、映画は見てないですか。見てない、嘘、え、どういうこと、映画見て、え、純粋に曲が好きってことですか。予告だけでやってました、予告シーンとか、歌の、歌のシーン、あー、歌のシーンだけの映像で、歌のシーンの映像なんかどっかに出てるんですかはい、ホームページなどに出てますから。そうなんだ、いやもう行きなさいよ見に、逆に田沢さん、なんなんですかこれ、てっきり私、はい、騙されましたね、ねえ本当に。記事は見たんだもんね、ちゃんとね、はい、はい、ということで本日の議題に行きましょうレッドイットゴー案件、ありのままの私を見てください。いやもう何回流れるんだよって思っちゃうわ俺はいはい、神奈川県23歳、女性社員のゆず茶さん、ゆず茶さん、八代本部長、浜崎秘書、社員の皆様お疲れ様です。お疲れ様です。私はおへそのあたりに一本だけ太くて長い毛が生えています。あはい、娘を妊娠している時に突然生えてきました。はい。お腹を守るために毛が濃くなると聞きますが、なぜ一本だけ生えてきてもう2年くらいになるのかな。ちょっと愛着も湧いてきたし、抜いちゃうのもなんだか寂しいのでそのままにしています。でも夏になったら今年こそプールとか行きたいし、やっぱりビキニとか着るならお腹の毛は処理しないとダメですかね。いやーね、女性はいつまでも結婚しても美しくいたいというかね、いるものだとは思いますけども、まあ既婚者ということでね、他の男の人が近づかないためにも、太くて濃い毛をね残しとくのも一つの手だと、防御壁としてね、はいはいはい、残しとく。あとは本当にお腹を守るためっていうか、お腹の中の赤ちゃんの毛が一本突き抜けてきただけかもしれませんからね、それが産んだ時に残っちゃったのかもしれないからね、大事にその髪の毛。でも23歳でしょ、お若いのにもうお子さん産んでるってこと、いやもうそれが立派だわ、反抗。さあ本日のテーマはレッドイットゴー案件、ありのままの私を見てください。メッセージはスカイロケットカンパニーの公式社員アプリまたはウェブサイトからご応募ください。さあこの後は交通情報を挟んで、いよいよパルコホットセミナー、映画監督映像作家の中野博之さんが登場。東京 FM、 東京 FM、Please gather at the Spain Zaka Studio. Sky Rocket Company. さあここからはパルコホットセミナー。本日の特別講師は映画監督映像作家の中野博之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしく、もう本当にこう。かっこいい大人の方の雰囲気がビシビシと、ありがとうございます。こういう大人の人になれたらいいなと頑張っていきますんで、はい、ついていき行かせていただきたいと思いますけども、まあ、まずは、秘書の浜崎くんから本日のゲストのプロフィール紹介をよろしく。1958年広島県福山市生まれ、
大学卒業後読売テレビに入社。1987年タイレルコーポレーションを設立し、映像的な音楽ビデオを制作。今井美樹、布袋寅泰、 AKB48、 SKE48、 GLAY、 Mr.Children、 Dreams Come True ほか、世界の多数のミュージッククリップを手掛け、1998年には初の長編劇場映画として SF サムライフィクションが公開。映画、ミュージッククリップ、CM、自然の映像、ドキュメンタリーなど多岐にわたる映像作品を発表し続けています。そして今回、ドキュメンタリー映画フールクールロックワンオクロックドキュメンタリーフィルムが5月16日金曜日より公開となる、映画監督映像作家の中野博之さんが本日のゲストです。よろしくお願いします。なんか嬉しいわ美人に紹介してもらってるな。なかなか美人にこう自分の人生をプロフィールを紹介されることないですもん、ね、ないですよ。確かに初めて。初めてですか。よかったです、記念の日で。あのこのスカイロケットカンパニーっていうラジオ番組がラジオの中の会社ということで、うん、聞いてます。ありがとうございます、はい、20代30代40代の方とか、はい、まあ、働いてる方に向けてなんですけど、はい、僕すごいこのプロフィールをこう打ち合わせで見させていただいた時に、読売テレビに入って、はい、20代で辞めてらっしゃるんですよね。はい、26で辞めましたね。そして、1987年には会社を設立してますけど、はい、この辺のどういう心の変化というか、はい、どうして会社を辞めた。やっぱ音楽と映像がすごい好きで、はい、でテレビ局って基本ラジオに絵がついてるっていうか、喋りが中心っていうか、ラジオに映画、で読売テレビって関西なんで、はいはいはい、まあ漫才が流行ってる頃だし、はい、まあ漫才なわけですよね基本ね、コントか漫才が、はいはい、僕はまあだからその頃スネークマンションも流行ってて、はい、だコントと面白いかっこいい映像と組み合わせたかったんで、うん、はい、そういう番組あったんですけど、まあ、それも半年で終わってしまい、まあ放心状態になってしまって、はい、でその頃になるとちょっと悪魔のささやきでテリー伊藤さんに東京に出てこんかったあ、テリーさんなんですか。はい、もうその頃から僕の結婚の中島ラモさんなんですけど、まあ、いわゆるで竹中直人さんと、はい、ラモさんが、本を書いて竹中さんに出てもらって、はい、でアウト・オブ・ノイズ のブレイクビーツかけてたって感じなんですけど、監督も含めて出てくる登場人物が僕からしたら全部むちゃくちゃな人っていうそのですよね、はいはい、それでまあ東京に呼ばれて東京に切って、はい、でいきなりそれでなんか筑波博で仕事があるから中野ちゃん大丈夫やでって言って来たら、はい、あれなくなって無職ですよいきなり、はい、すごいことですよね。無職貯金なし東京裸一貫で出てきて、そうなんですね、もう詐欺みたいなもんですもんね、仕事あるって言われてきたそこからじゃあもうだから自分で会社作るしかないじゃんっていうんで会社作ってしまいました。いやー、はい、そこからはでもまあいろんなことがあったとは思いますけども、うん、でも楽しいですよずっと、はい、一貫してそのこれはさすがにまずかったなみたいな時ってあったんですか。なんか危機的なというか会社的な危機というか自分の例えば精神的な危機でもいいですけど、うん、なんかこれちょっと仕事をやめようかなみたいになって、あ、いや何回もありますからね。あ、その時のなんか乗り越え方って、はい、皆さん結構こう書き込みで仕事を辞めようかな迷ったり、僕も迷ったりするんですよ30代なんですけど、あ、違う仕事しようかなとか、そうですね、思っちゃう時あるんですけど、そういう男は結構ね、はい、まあどうかな、男性30、33ぐらいまで絶好調じゃないですか割と、はいはいはい、でそっからポキンと一回折れると思うんですよ。あれ何なんですか、なんでこの辺で折れるんですか。一回折れないとやっぱダメなんじゃないですかね人間って。そのまますぐ行き過ぎちゃうとなんかブレーキ知らずでずっと行っちゃうじゃないですか、はいはいはい、たまにブレーキかけて止まって周りを見ないといけないっていうことだと思うんですよ。はいはいはい、で男性の場合その後役年って40いくつだと思うんで、はい、僕その役年が嫌でアメリカに逃げてたんですよ。日本に限ったことなんですか。いや、まあ、確かにそうか、女がだって日本にいなかったら関係ねえじゃんと思って面白いサムライフィクション撮った後役年が来るんで、はいはい、オーラ逃げろっつって日本に役年が来るぞっつってロサンゼルスにしばらく住んでたんだけど、はいはい、でもなんか良すぎちゃって楽しすぎちゃって、はい、なんか人間ダメになるなと思って帰ってきたら、まあ、なんか仕事がゼロで、はい、もうそれで1年完全主婦やってましたひたすら。40代でもう一度仕事ゼロを経験するんですか。はい、ゼロですね。いや、まあ、それで暇じゃないですか。その暇を潰すって経験がなかった、今までなかったんですよ。それまで、はい、仕事7つも8つもずっと連続してやってたんで、はい、まあ、それがちょっとどうすりゃいいのかなっていうのが一番危機だったんですけど、はい、その
アメリカ行ってる時に楽しすぎてこれダメだって、うん、それも僕は聞いててすごいなと思いましたけど、やっぱ環境良すぎると、うん、30代の時に、はい、あのパリとかでずっとクリップばっかやってる時も楽しすぎちゃって、はい、本当楽しいんですよね。あの楽しすぎちゃダメなんですか、まあ、当時だから、はい、メールがない頃なんで、うん、ファックスが来るんですよ、はいはい、でファックスであの、まあ、例えばあの俺はドラムベースをやってるんだけど、はい、宮本武蔵の俺はこのショーが好きだからお前これでクリップ作ってくれよって大丈夫 OK って来るんですよ、はい、で OK って筆ペンかなんかでファックス返すじゃないですか、はい、だったら2週間ぐらいでフェデックスでカセットテープが届くんですよ、はい、でカセットかけるとドンタンドンタンドンタンってだけじゃないですか、はい、でチャキンチャキンチャキンってなんか手裏剣の音が入っててこんな音楽みたいな、こういう風に作ってきたかみたいな、はい、でもまあそいつと例えばロンドンのアーティストですけど仕事することになってそいつが来ますよね、はい、でまあそれ出来上がるとまあそのロンドンの本社に店に行くわけですよ、でその時一緒に行ってできたってやってると、まあそこから今度そこのホステルにあのパリからファックスが来てパリからお呼びがかかって、まあ映像芸者なんですよ基本、だから芸者なんでお呼びがかかるとホイホイって行くわけですよね、はい、芸者さんなんですね高級芸者ですけどねだいぶ、はい、一番ひどかったのが、で小野梨沙さんの仕事でボサノバのビデオで、はいはい、僕アマゾンに行ったんですよ、はい、でピースボッサっていうタイトルをつけて、はい、でアマゾンとリオの空撮やってアマゾンでずっとなんかいろいろサルダなんだ、はい、撮った後にピラニア撮った後にあの木のウッドハウスみたいなのがあって、はい、地上30メートルのとこに泊まれるとこがあってそこにいたんですよ、はい、下から中なーって大きい声で、はい、カラン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 って鳴らされるんですよ、でファックスユーって言うんですよね、はい、でしょうがないか降りていくとファックスが来てて、はい、でまたそれでパリに呼ばれ、アマゾンにファックスって届くんですか信じられないでしょ、信じられないですよ、アマゾンまで呼ぶかと思って木の上で寝泊まりしてる状態でファックスがで呼ばれて、アマゾンからフランス行ってフランス行ってその学園に訪ねて行って拉致されて1ヶ月その帰れないとかって、はいはいはい、そこの劇場のそばでちょうど今回のあのワンオクのライブがあったんですよ、はいはいはい、だから僕はもうそこに2ヶ月ぐらい住んでた場所なんですごい懐かしかったし、いやもう話がもう漫画みたいな話でもう映画それこそ映画のようなお話でございますけど、そして数々のアーティストを撮ってきてワンオクを撮ろうと監督的に、はいはい、中野監督的にワンオクの最大の魅力はどこですか。いや、やっぱフロント3人が特にまあ目につくですけど、はい、最初にライブ見た時にやっぱ片足回りとか通るとりょうたの、はい、あれもすごいし、タカちゃんのあのバネっていうか躍動感半端ないですよね、はい、あの3人がもしダンスとかやったらとんでもないですよね。確かに、いやとんでもなくうまいと思うんですよ。だけどそれでダンスじゃなくて演奏してんじゃないですか、はいはいはい、だからそのまあそのなんか見たことない感じがすごい痺れますよね。確かに視覚的にもそうなんですね、なんか始まる前も確かに3人動いたりずっとしてますもんね、踊ったりとか、もうだから撮影してて最初もう捕まえるのが大変でどうしたらいいのか分かんないですよね。どっか行っちゃうんですかすぐ。僕一番最初のコンサートの時はトールの前にいて、はい、最初はまずギターを取ろうと思ってたんで、はい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 、ギターと振り込むとタカちゃんで、はい、攻めていくとタカちゃんが取れて、はい、振り返るとギターが取れるっていうん で、はい、でその次のコンサートは今度両田側に行ってって決めてたんですよね、はい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 、自分でポジションでもまあ結局ビュンビュン動くから最初あのセキュリティがいて邪魔で取れないとかいろいろあったんですけど、はい、もしかしてその待ってりゃここ来るんじゃねって思ったら、はあ、あとで聞いたんですよメンバーに、はい、もしかしてってそうなのって聞いたら空いたところに入るように俺たちは決めてるっていう。サッカーだはい、そうなんですね。だから二度と同じことは起こらない、全く違うんですね、同じことは起こらないんですけど、すごいですよ。どっか隙間があったら、まあ、僕舞台とかやると役者さんもそういうふうに動くときたまにありますけど、空間見つけてみんなでこう全体を補っていくというか、薄いところに必ず一人入り、じゃあもうそこで押さえとけば待ってればメンバーが勝手に飛び込んでくるんですよ3回目で気がついて、なんだこれでいいんじゃんっていう話だったんですけど、すごい。先ほど CM 中にお話伺ったんですけど、もうこのヨーロッパツアーそれからアジアツアー全部実は監督は全部の場所に最前列で撮り続けてたという、うん、2回だけね、はい、ちょっと引きで見てみようっていうんで2回だけ、はいはい、まあ外れてるんですけど、まあはい、まあ10回最前列でずっと撮ってましたね、はい、すごい熱量じゃないですか。いやもう最前列じゃないとね、はい、面白くないんですよ。初日がキャーっていう歓声があるじゃないですか、
あれで僕はあの歌が全然聞こえなかったのと、はいはい、あのベースが全く聞こえなかったですよ。へえ。トールちゃんのギターアンプの正面だからギターだけは鳴ってるし、はいはい、ドラムも響いてくるから分かるんだけど、パリですか、初日パリですね、はい、で全然音楽が分かんないから、はい、3回目にちょっとこれ音楽分からなすぎるしって弾いてみたんですけど、はい、もうダメなんですよね、その前の興奮度を味わっちゃってるから。足りないですか、なんか。いや前だとメンバーと同体化してるっていうか、はい、同じ動きするんじゃないですか、はいはい、だから完全に音楽に自分が入っちゃってるんで、うん、楽しいじゃないですか、はい、基本醍醐味そこなんですよ、はい、あのだから長玉でこう、長玉っていうのは望遠レンズで顔だけ撮ったりとかっていうのって、はい、なんかあの、はい、これ記録ですね、はい、はい、ここにこの人立ってますよって感じなんじゃないですか、はい、で最前列だともうカメラが楽器になっちゃってるんで、もうニュアンスが違うんですよね、うん、すげえ。ちょっとこの話聞いてもう一回見てえな見直したい。ちょっとさあ、お聞きいただいてるのはですね、長野監督のリクエストでございます。ワンオクロックでディーパーディーパーでございますけども、今もちょっとお話伺ってて、やっぱちょっとフランス人の熱狂ぶりがすごいという話を聞いてたんですけども、やっぱ国によって色は出ますよね。出ますね。アジアでこう特に色が出たとこってあるんですか。アジアはやっぱりコリアは結構熱狂的ですし、あとそうですね、やっぱ台湾ですかね。台湾、台湾の方はもう本当にワンオク、だって6500枚かなんか一瞬にソールアウトじゃないですか。もうすごかったですよ、だから観客の反応もあったかくて、あのタイでもバンコクでも、僕タイ好きでよく行くんですけど、あの本当にこう観光地じゃないですか、世界の。だからなんかどこ行っても音楽流れてるし、ディスコというかクラブみたいのも多いし、はい、なんかすごい音に強い国のイメージがあるんですけど、タイの人たちがでもコンサートに行ってる雰囲気とか僕あんま見たことなかったんですけど、そこまでこう騒ぐ感じでもないですかね。やっぱタイですか、はい、いやタイもめちゃくちゃでしたよ、あの最前列とか。あ、タイもめちゃくちゃ、めちゃくちゃなんですね。めちゃくちゃですよ、それだって関係ないんじゃないですか、はい、そこは不思議な国ですもんね、あそこも。はい、ということでして、あの今日はですね、あのありのままの私を見てください案件というのをやってるんですけども、あの監督のこうちょっと人様になかなかこうラジオとかで言いづらいことで、言えないこととかあったりしますか。なんか言えないことですか。でも監督の多分言えないことって本当に言っちゃいけないことのような気がするんだよな俺もう監督も怒られて番組も怒られてみたいなことそうですよ、そうに決まってんじゃないですか。ですよね、ほらやめましょうこれなんかこうライトなとこで話せるのとかでも、もう僕は結構料理を作ってますよ、はい、さっきも1年間仕事ない時主婦してましたと言ってましたけど、この仕事ね、あの、はい、あのフルクルロックは半年間まるまるこれにどっぷり入っちゃってるんで、はい、幸せなんですよ本当に。だから映画監督は6ヶ月それに完全に没頭できてるんで。半年間ですか。半年間、しかも追っかけるの含めて。そうですね。で去年の12月20日からずっと編集準備に入って、はい、編集ができたのが1月末からなんで、はい、まあ、そこから3ヶ月怒涛のように毎日15時間ずっと編集してるわけですよ。ひたすらで毎日15時間。はい、毎日です。で夕方の、5時ぐらいから、9時ぐらいまでがファミリータイムで、はい、僕は飯係なんで飯を作り、飯を食わせ終わったら、あの赤服食べたりとか甘いもの欲しくなっちゃってもう赤服はもう大好きなんで京都に行ったり大阪に行くと必ず買って帰り、ちょっとびっくりしたのが、1日15時間やりながらもファミリータイムでちゃんと監督が、いや、そうなんです。それをやんないとなんかやっぱりいかんなっていうか、若い頃はスタジオにずっと行ってたんですよね。仕事してりゃ男はみたいな、あるじゃないですか。若い頃はスタジオで外にずっと出てて、はい、帰るとまあ朝じゃないですか、はい、そんな感じだったんだけど、まあ、それだとなんか半年も成り立たないっていうか、家族として。そうです、そうです。だからまあ家で、まあ、それでもパパどうせ地下に行くんでしょうって言われるんですけど、地下の人だ、地下の人に、地下の人に、長野家の怪人として、はい、うちがパパは地下の人って言われてます地下の人なんかよそのおじさんみたいなね、よく帰ってこないから言われるって言われるんですけど、地下の人ってなかなか、いや、そうなんですね。でもすごいな、ご飯作ったりなさってるということで、意外な一面を聞かせていただきました。そしてですね、あのうちに釈迦というのがあるんですよ、はい、ぜひ聞かせてください。いいですか、はい、でちょっともし監督がインスピレーションとして映像が浮かんだら、はい、こういつかお時間ある時に改めて、はい、ちょっとちゃんと聞きますか、はい、あ、すいません、じゃあ
スカイロケットカンパニーの釈迦でございます。スペイン坂の頂き、明日への会議、もじゃもじゃ頭の本部長、聞いてるあなたも我が社の社員、スカイロケ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 、大志のみだけ、スカイロケ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 、明日は輝く、とはリサーチあれ。結構応援歌っぽいですね。そうなんですよ。はい、こう腕を振るような感じの歌なんですけど、でもちょっとあそこの坂の下の辺で最近ドローンって言って4つヘリコプターがついてるやつに iPhone つけて撮れるの知ってます？知らないですね。ラジコンのヘリコプターなんですけど、それに iPhone くっつけて、とかカメラもくっついてるんで iPhone で撮影ができるんですけど、それであの坂を登りながらずっと空撮でバーッと持ってくるといいなと思って今聞いてました。なんでしょう、改めて本当にオファーしたいぐらいですけどね。えでもそんなお金がこの番組にあるとは思えないんでございます。でもね、それ3万9000円ぐらいで買えるヘリコプターなんですよ、それ自体は。じゃあ勝手にもしかしたらこっちでアイディアだけもらって撮っちゃうかもしれませんけどそれ撮るといいですよ。 ありがとうございます。パルコのね、この屋上ぐらいまでピューッと上がっていくんで、そんなに高くまで、すごい空撮撮れますよ。わかりました、ありがとうございます。結構いいと思います。さあ、そして時間が近づいてきてしまったということで、もっと中野監督のことを知りたいという方々どうしたらよろしいでしょうか？これは、はい、まずですね、あの16日から始まるフールクールロック、これは直訳するとバカかっこいいロックという意味なんですけど、そういうことなんですね、はいはい、かっこいいのはあの最上級がバカかっこいいで、はい、普通にかっこいいっていうのはこれファッションとかでかっこいい人のことがかっこいいって言うんですけど、はいはいはい、それがコーっていうクール COOL ですね、はい、まあ、バカかっこいいロックっていうことで、それをやってるのはワンオクロックという映画をですね、あの作りましたので、結構各地でやってますし、はい、パルコのクイントでもやってますから、うん、はい、あのクイントはね、ちょ2週目に行ったらちょっと僕映像の調整とか音の調整もしてもらさせてもらおうと思って、スペシャルチューニングしたいなと思って、スペシャルチューニング勝手にチューニングしたいなと思ってますけど、はいはいはい、楽しそうですね、それも、はい、ぜひそれを見ていただければ、はい、あのまあ、どんなやつが撮ってるのかと染み出るんで、どうしても、はい、人は出ますもんね、はい、そうです、はい、はい、が、5月16日金曜日より、全国劇場にて、そして3週間限定ということので、ことなのでね、本当行けるタイミングですぐ行っていただけたらなと思います、はい、それでは最後にラジオの前の社員たちに一言お願いいたします、はい、5月病になってはいかんぜよありがとうございます。本日の特別講師は映画監督、映像作家の中野博之さんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。Please gather at the Spain Zaka Studio Sky Rocket Company. Please gather at the Spain Zaka Studio Sky Rocket Company. さあ、本日の議題はレッドイットゴー案件、ありのままの私を見てください。ありのままの出だし掴んだな、今完全に出だし掴んだ、うん、音だけ逃したのは、ということでね、皆さんね、穴が流行っておりますよ、うん、ね、穴行きがね、そうね、さっきから俺空港会社の名前ずっと言い続けてたからねごめんなさいね、はい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 、あのあれでしょ、歩くと後ろが凍ってる状態が続いてるわけでしょ、ちょっと適当に言わないでくださいよ、はいはい、見てくれてください、ということでね、はい、はい、皆さんのありのままのね、書き込み、ありのままの姿を掲示板にあふれ返らせてください、うん、三重県26歳女性社員のサーシさん、サーシさん初投稿です。はい、いらっしゃい。休日にリスモウェーブで聞いています。はい、なんだかありのままの自分をカミングアウトして楽しそうなので便乗。はい、2月末に離婚して現在同棲中なんだろうな、ちょっと変わってきたんだよな、みんなカミングアウトが強くなってきてんだよな、はい、離婚して同棲中、はい、現在の彼は職場の人なので、うん、いろいろ内緒です。離婚したこと言ってねえのこれ、はい、でも元旦那と過ごした日々より今の私の方がありのままの
素の自分を出せてとっても楽しいです。おならも暴言もみんな許し合います。これが私って思います。歌詞そのまま、もう涙しないように、なん幸せになるぞ。なんでしょうね、今日初めてこう読み終わりでサビが入ってきましたけどもねえ、だからそれぐらいいいですよね、はい、そのお互い愛し合ってる者同士でもね、こう少しねおならしたりとか、うん、暴言言い合ったりとか、うん、ねえ、文句言えるって俺すごい大事だと思いますけどね、はい、お互い文句言える、不平不満を言い合えるっていう、素直に、そこがそればっかりになっちゃうと良くないですけど、だから、うん、もしかしたらね、ほんと三枝さんは、うん、本当に今の彼に会うためにいろんな失敗があったのかもしれませんから、うん、ぜひ絶対その幸せ離さないでください。ハンコ。東京都26歳女性社員のあゆぱんさん。あゆぱんさん、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。付き合いたての時、彼氏にいつもありのままの君が好きだよと言われていたので、うんうん、品川駅で電車を待っている間にありのままの親父くしゃみをしたら、リアルに他人のふりをされて笑ってごまかしました。今は同棲中なので、ありのまま遠慮なく親父くしゃみだけでなくブーブーおならしちゃってます。みんなするの俺どうかと思うんだけど、それ秘書は絶対しないでしょ。うん、しないかもですね。秘書と田村正和はしないもんね人前でやっぱそうタレント性が強いから、2人とも、ね、出ちゃう時もあるかもしれませんが、え、したことある彼氏の前で過去に、え、プーしちゃったって言いました。かわいいね、プーしちゃっただって許しちゃうよ、それは社長さんみんな許しちゃうよ本当に社長さんがいてじゃないですよ、もう。いやー、僕もでもね、うん、こう芸人しながら恥ずかしいですけどね、はい、ちょっとすんの抵抗あるんです、別に。え、女性の前でですか。はいはいはい、いや普通の友達とかだったらいいですけど、はい、はいはいはい、お付き合いしてる、あの意外、例えば、はい、こう好きなね、こう、なんとかこう、付き合いたいなっていう時期には、やっぱするよりしない方がいいかなって思うわけじゃないですか。ほうほう。でもしそれで付き合った後に、どこでしていいのか、うん。タイミングを見失ってしまうことがたまにある。それ女性の。一緒ですね。だから過去何人か付き合ったことがあって、はい、半々ぐらいですよ、僕。だから、するの大丈夫な人としない、あ、いや、この人と結局タイミング逃したなって人と。じゃあ一度も聞いてない方がいらっしゃるわけですね。いますいます。で、ちなみに僕は相手のはほとんど聞いたことないです。ない。はい。へぇ、同棲してる時に彼女がね、流れよくしてたの聞いてたぐらいです。その時は起こすんです、わざと。してたよって。恥ずかしい。今してたよって。っていうのをして、こう、苦しめるというか、恥ずかしめるという。ラブラブ。はい、というね、うん、みたいな。いや、確かに、あゆぱんさん、でも、ね、それで、男の人がいいって言ってくれてて、女性も、やっぱ外では、ちゃんとしてないといけないから、はい、家帰ってきてね。ちょっとね、ちょっとリラックスできるっていう、そういうお付き合い、僕はすごい素敵だなと思います。うん、本当にそう思います。ハンコ。東京都28歳女性社員の姫様。姫様。なんとなく入った本屋さんで衝動買いした本が、お金に好かれる女の39条。はい。諭吉様を愛してやまないのがありのままの私です。ちなみにこの本の冒頭、あなたは胸を張って心からお金が好きだと他人に言えますか？ほとんどの人が言えないのです。これがお金に嫌われるきっかけです。そうなんですよ。敵のことが書いてありました。言えてしまう私は必要なかったのかなと不安になりながら読み途中です。いや、これすごいわかりますよ、うん、僕はいろいろなことがあって実家が潰れたりしてるとんでね、あのお金のことが大嫌いになったんですよ、で、その状態でこの世界に飛び込んできて、金を稼がなきゃと、家も全部なくなったんで、その飼ってた犬すらね、どっか行ってしまったぐらいですから、絶対稼がなきゃ。じゃあ稼ぐためにどうしたらいいか、お金のことを考えないで仕事しようと思ったんですよ、うん、それがお金への近道だと思ったんですよ、はい、でも十何年かやって分かりましたね、うん、やっぱある程度お金のことを大事だとか、お金を愛さないとお金もこっちにいいことしてくれないと、うん、だから別に銭ゲバになろうとは死ぬまで思わないですけど、お金のありがたみというものだけは感じてなきゃなと思うから、僕それ聞いてて、お金好きって胸張って言えないと、本当になかなかお金、大事ですよ、うん、お金好き？大好きです。なんかすげえな、なんか俺やっぱうちのお母さんが言ってた、この間、あんた浜崎さんにずっと負けてるよって言ってた。放送毎日聞いてるけど、あんたはずっと浜崎さんが負けてるよって言ってた。で、俺はもう言った。俺も知ってるよ、それはって言ってた。
夕日見た二人で部屋からお母様とですか。お母さんと夕日見ながらお母さんが夕日を見ながらあなたは浜崎さんにいつも負けてるよで息子の僕はお母さん僕も知ってるよっつってもう一度黙って夕日を見た二人でカラス泣いてました。多分ねあのガラス閉まってたんで分かんないですけど多分口が開いてたんで泣いてたと思いますけどパカパカっとカラスが口上げてお金ね言いましょう皆さんね。いいのか言って俺分かんねえんだな。まだこの辺答え出てないですよ。彼好きでいいのかなと思っちゃうから。はい。いやでもね姫様これ言えるってことが立派なんですよ。大事ですよ。ハンコ神奈川県。はい、かっこいい。27歳女性社員お部屋用印さん。え、おはよう印さん。おはよう印さん。はい。本部長秘書社員の皆様お疲れ様です。お疲れ様です。ありのままの自分は、はい、一人暮らし歴プラス彼氏いない歴が6年に突入してから、はい、観葉植物に話しかけるようになりました。あ、危ないな、危ない。セカンドステージだ。最近はお花や、うん、何何これは何でしょう、何て読むんですか、花水木ですね。花水木などの樹木も育てるようになりました。はい。ですって。まずいですね。うん。いや、ほんとそのうち草木としか話せないような人になってしまいますから。俺ね、結構人と付き合わなくなって3、4年でね、一回大きな壁というか癖が来ると思うんですよ。人と付き合わなくても生きていけちゃう癖というか、人と付き合い方が分かんなくなってしまうというか、麻痺してる。だから6年でしょ?しかも27歳だから21歳の時から、女性でしょ。はい、女性にとってすごく大事な6年じゃないですかこれ。いや、もうぜひね、ぜひぜひ、親睦会だったりね、いろんな人と知り合って、うん、多少騙されてもいいから、あの、自分が好きじゃなくても相手がね、もしよかったらどうすかって言ってくれた人に一回乗っかってみるとか、うん、両方ともお互い相思相愛で、あの、恋人同士になるってことは少ないことを考えればね、相手の恋愛感情に乗っかってみるのもいいと思うし、ちょっと植物なんかに話しかけてる場合じゃないですよ。ね。なんか、恋人がいないから癒してくれるもんじゃないですよ。恋人と一緒に育てるもんでございますからね、いつかはね、ほんと、ハンコ。沖縄県32歳男性社員、平の神様さん。はい、神様。今、すっぱだかで、八代本部長がこっちを見てくれるのを待ってます。なんか風邪ひいちゃいそうなんで、早めに見てください。ユーストね、ユーストで、ね、私外見ちゃったこれですね、すいません、あの、夕方の16時35分の書き込みなので、はい、早く見てあげないと、あ、風邪ひいちゃいますよ。そうだよ、本当にもう2時間以上待たせてるんだから見ますよ俺でも同棲よ、32歳の沖縄に住んでる神様の性癖として間違ってるでしょ見えてますか、何の表情ですか。岡本太郎じゃん何これ、ラジオ的に何、すいません、ただ俺黙ってただけよ本当にごめんなさい、変な間を開けてしまいました。ヤギ専務もう本当に食べられちゃった。東京 FM 渋谷スペイン坂スタジオより生放送、スカイロケットカンパニー80.9 東京 FM、引き続き東京 FM でお楽しみください。本日20日引き込みをね、毎日毎日本当にたくさんの方がスカイロケットカンパニーを耳にしてくれて、その中から、サイトを見てくれてる人もいて、でその中でさらにアプリをダウンロードしたり、でさらに書き込んでくれるって、書き込むってすごい能力だ、労力大変だなと思いますけど、毎日たくさんの方が初書き込みをしてくださっております。何系でもないユースケさん、アイポンエリンギさん、チエゴロモさん、トラックノリノリさんなどなど、これからもスカイロケットカンパニーをよろしくということで、今日は今お聞きいただいてるのは、レッドイットゴー、ありのままで、メイ・ジェイさんのバージョンということで、先ほどは松たか子さんバージョンをフルコーラスでオンエアさせていただきましたけど、いくらもらってるんですかこれ、ディズニーからこの東京 FM で。え、いつも、ね、いや、お世話になってますよ、特番2回ぐらいね。そうですよ、それのお返し的なことなんですこれ。だってもう金もらってないと嘘でしょだって15回ぐらい流しましたよ曲、ありのままで、はい、ありのままでね、うん、はいはいはい。やっぱそっち側の人なの。違います。なんか俺だけおかしなこと言ってんじゃんみたいな雰囲気がすごい出てるけどいや、金もらってないとおかしいでしょっつってんの。いや、もうそんなことない。このね、空前のこの大ブームに乗って、大ブームに乗っかろうね、本当に、ね、そうですよ勝手に乗っかろうとしてるだけでございますからね。私今日、
世界各国バージョンが流れ、各国バージョンも流れてると、本部長が映画見てないからまだ、はい、せっかく私が雪の女王エルサのような髪型と服装で来たことにも気づいてもらえず、いや知らねえよ知らねえよ、だから見てねえんだからごめんねいじんなくて。エルサ主人公、はい、エルサ、アナとエルサなので、のエルサの雪の女王バージョン の、 この、主人公アナじゃないの、エルサなの。これがディズニー初のダブルヒロインなんですよ。え、そう、あのフランプールの言わなきゃいけないあ、そうでしたすいません興奮しちゃいまして、5月21日に来社予定のフランプール限定観覧応募についてお問い合わせが殺到しておりますが、こちらの応募はですね、社員限定のため掲示板にログインした先のページで受付をしています。観覧ご希望の方はパソコン、スマホともに掲示板にログインしてからご応募ください。はい、ということでもう言うこと言えば大丈夫でございます。あと40秒、もう秘書のアナアナと女王、雪の女王に対する思いとかちょっと今日気づいてくれなかったクレームとか全部か時間の限りどうぞください。これはそもそもアナと雪限らず、はい、私のちょっとした変化とかも何かあった時に触れてほしいなと思うんですけど、はい、まあ、そういうことをする方じゃないというのはご存知でありますがぜひですね、アナと雪の女王、はい、これ見ないと本当に損しちゃうので本部長ぜひ見てくださいよ。見た後に、はい、え、何ですか、やっぱディズニーから金もらってるでしょ。見に行けって言ってるのもらってないです。もらってないね、はい、ということでそれでは本部長今日も一日お疲れ様でした。綺麗な髪型、可愛いですね今日ね、エルサ